お世話になります、ひとりでございます。最近リベロエースバーンが解禁されましたね。このリベロという特性は、自分の技を出す直前に自分のタイプが技と同じタイプになる、つまり全ての技がタイプ1になり、さらにタイプを変えられることで防御面でも強くなるという最強と言っても過言ではない特性です。しかもこの強さは誰もが認めるもので、なんとリベロの解禁日ではなく解禁日の翌日にエースバーン単体でツイッターのトレンドになるほど話題になりました。となるとこのエースバーンはストーリーでも活躍できるのか気になって眠れないですよね。そんな眠れない方のために、今回は卵バグで製造したレベル1リベロエースバーンでストーリーは無双できるのか検証していきたいと思います。ルールは、最初に交換できるとこまで普通にストーリーを進めます。その後あらかじめ卵バグで製造したエースバーンの状態の卵を交換して孵化させ、そこから基本1体でストーリーを進めます。ダブルバトルの際はその都度適当にポケモンをゲットし、相手への影響が最も低い技を使用します。その他細かいルールは概要欄をご覧いただければ幸いです。はい、じゃあ早速交換していきましょう。バイバイヒバニ。よし、卵ゲットしました。はい、じゃあ温めていきましょう。オッケー、来た。頼むよ、エースバーンさん。うわ、すげえ、はみ出てる、また。全然、お前、でかすぎだよ。いきなり他のポケモンが乗ってないのに、エースバーンだけ乗せていくスタイル。バグエースという土直球の名前でいきましょう。はい、で、今回使うバグエースですが、ちゃんとこの通り特性、リベロとなっております。なぜこれ、確定でリベロにできたかというと、卵バグは別の使い方もできて、卵の状態で特性とかを見れたりするんで、それ使いました。もし詳細知りたい方いたら概要欄からご覧ください。で、今回はちゃんと攻撃が上がる意地っ張りにしてきました。で、最初の技は飛び膝蹴り怒りの前歯は、遺伝させてしっかり準備しました。で、火炎ボールはなぜ覚えてるかというと、卵バグで進化させた時に卵の状態で火炎ボールを覚えさせられるんですよね。これ今回かなり準備してきたんでいけると思いますね。正直最初は一番道路で適当に戦いましょう。まあとりあえずで火炎ボール打っていこうかなと思います。あ、一発でしない、全然食らねえじゃん。やべえ、意外と負ける可能性あるぞ。やばい、火炎ボールいけ、あ、当たんなかったし、やばい、これどうしよう、負けたな。ちょっと逃げよう、これ逃げろ、やばい、に逃げなきゃ、これダメだ、逃げなかったら負ける。お、あっぶねー、回復していきますと。もう一回こいつ行こう、飛び膝蹴りいきましょう。いけるかな、あ、リベロになった、ちゃんとなりまして、オッケーかな、体当たりでいいかな、体当たりやめろよ。おい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 、食らいすぎだろ、めっちゃ食らったわ、マジかよ、あんな食らうの。押した押した、ナイス、一気に3レベル、もうちょい育てましょう。飛び膝蹴りいけ、おっしゃ、一発6レベル一発で持ってけた。もう一回戦っちゃおう。オッケー、リベロ強えな、マジでいいな。いや、ここガラッと勝負しよう。当たんなかった、あー、これ怖い、外れんのがマジでちょっときついな。いけ、当たんな、2回連続外れた、オッケー。いやー、ちょっとこれ PP だけがちょっと怖いね。そうするとこの技ないからな、他に。これ先行きましょう。じゃあ、よっしゃ、行こう。オッケー、ありがとう、今回木炭はちゃんと使えるぞ、これ。よし、どうも。いやー、飛び膝蹴りもね、10個しかないからね、当てるよ、ちゃんと。当たんなかった、うわ、マジきつ、え、飛び膝蹴り外れたらもう死ぬじゃん、運ゲーになっちゃう、これ。この2年生マジきついな、あぶねー、ギリギリ。あ、おっしゃ、ダブルバトルか、ナイスナイス、当たったら強いんだよな、ちゃんと。まあ、何ピッチャーの真似してんだよ、この素人が。なーによー、お前を踏み台にしてやる。飛び膝蹴りでいいっしょ。あー、やばいやばい、もうやだこれ、手軽に使えねえわこれ。ナイス、お前は火炎ボールで一撃だよ、バイバイ。よし、お前戦うぞ。ナイス、一発ですね。 PP 少ないからきつい。ナイス、余裕っすね。マジかよ、あー、マジか、死んじゃった。 PP 大切にして戦ってたら負けちゃった。はい、普通にスルーしていく、わざわざ倒す必要もねえんだよ。やろうやろうっと。こいつは命中率が低いからダイマックスとかで活躍するタイプだったんだ。オッケー、一発、めっちゃ余裕じゃん。今回の一番の問題は PP ですね。おい医者、お前こんなとこで手袋つけて歩いてんじゃねえよ。よし、余裕、当たればいいんだよな。まあ、ニトロチャージは結構いいかな。 PP 節約用の技ですね。あ、連戦かこいつ。あ、ニトロチャージ雑魚的に使うのに役立つね。ぶっ潰してやる。いいねいいね。オッケー、一発。火炎ボール当たれば最強すぎてやばいわ。だから元気のかけらいらねえって。お前何黄昏れてんだよ。水ポケに対しては怒りの前歯でノーマルタイプになればひとまず相手の攻撃を避けられるというね。これリベロじゃなかったら天敵だけど、リベロにとっては雑魚ですよ。しかもジムリーダーの方がダイマックス使えて楽なんですよね。ナイス、ダイマックスがガチ強え。うっしゃ、危ねえ、ギリギリ敵討ちする味方なんていねえんだよ。おっしゃ、ビート、ニトチャで一発だわ。ニトチャ2発
2、火炎ボルト1発、火炎ボルト1発。前ら洞窟の中でも活動お疲れさん。オッケー、ナイス。ザコにはニート茶、これことわざ的に使えますね。あ、間違えた、おい、油断した、マジか、急所で死んだわ。え、これワンチャンこいつ倒してくれれば勝ち。まさかの展開すぎるこれ。オッケー、しかもタイプ相性最強にいいっていうね。倒してくれてありがとう。これ勝ち。あ、死んだ扱いにならない。これはすげえ神展開だろこれ。戦いましょう。ザコにはニート茶。弱いね。お前らニート茶だけで倒せんだよ。やべえ、積んだかも。やべえ、死んだ、バカした。人も死に、何もできなくて終わるっていう。うわ、地味にこいつ一番天敵だと思いますね。相手がなぜならばもらい火とかの可能性ありますから。いや、危ねえ。いや、イカマイかな。ノーマルタイプの時は鬼火食らっちゃうんだ。よかったー。あー、最悪。うわー、きつ。もう煙幕3回ぐらいやれてるけど、これあったら勝ち。頼む。あー、いやー、負けたー。つえーこいつ、まあー、ようやく倒した。いやー、頭突き結構いい技だな。いや、でも怒りの前歯そんなにいらないから。結構入るね。やっぱ頭突き覚えさせてよかったわ。煙幕4回連続やられたが頭突きがあるからいけるはず。よかった、勝った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 、よっしゃ。この砂ヘビイベントの意味ね。よかったわ。いやー、すげえ、リベロ強いな。やっぱあ、連戦か。オッケー、ステップジャンプしてやるよ。はい、倒してく。よし、オッケー、余裕。よし、火炎ボールで一発。よし、バカしたな。頭突きやっちゃった。リベロを逆に利用しちゃって。いやー、危ない。倒せてよかった。やっぱ畳はいいよね。よし、倒した。これ外してたら負けてたな。倒していく。一発でいけなかったら負ける。オッケー、すげえ。マジかよ、怪力一発で持っていけるってやばいっしょ。おい、なんだよ。よっしゃ、よし、火炎ボルト一発、よし、火炎ボルト一発、よし、火炎ボルト一発。立派な花だな。よし、倒した。よっしゃ、火炎ボルト強。処理ましょう。大バーンで一発ですね。よっしゃ、俺に弱いポケモンを出すな。ビゴンは雑魚だ。よっしゃ、よっしゃ、火炎ボルト一発、よっしゃ、火炎ボルト一発、よっしゃ、広角レンズ手に入れた。これで気持ちよく飛び膝蹴りとか打ってんじゃないかなと思いますね。ほんと飛び膝蹴り今まで打った回数2、3回ぐらいですからね。あれ、2つも持ってんだ。これ持ったせていこう。幕は、幕は、マークは飛び膝一発。なんとか倒した。飛び膝今んとこ全部洗ってる。よし、ダイナックル。うわ、全然入んねえ。うわ、やべえ、マジかよ。これで負けんのはないわ。うわー、回復しとけばよかった。先にダイナックルをツボツボにやっちゃって、それで攻撃上げてから石炭山行こう。おっしゃ、一発だね。勝負だ。飛び膝で一発。弱いよあんた。バイバイ玉野郎。いや、もう広角レンズ最強だわ。全部当たる。おっしゃ、全員一発だ。お、またお医者さんいじめやってんのあんたら。完全に無双だね。余裕だ。相変わらずスカート短いっすね。はい、しっかり命中。いや、ニトロチャージいらないな。オッケーオッケー、飛び離れを覚えさせよう。早速飛び離れで倒す。牛、確実に当ててく。うわ、やっぱり全部当たったね。飛び膝、広角レンズ様々ですね。よし、適当にここからでも捕まえとこっか。よいしょ、密です。倒しましょう。痛くきついな。うわ、ギリ倒せた。あ、ブロッキングしてきた。マジかよ。ゲー、一発だ。サイコカッター、やべえ、マジかよ。そんな技覚えてんのかよ。しかも急所だし。うわー、最悪負けた。まさかここで負けるとは。一番得意だと思ってたのに。いや、カラマネロ強。ブロッキングしてきやがった。いや、これきついって。マジ倒したーよ。不意打ちで死ぬことはないと思う、多分。オッケー、あぶねー、ギリギリ勝利。お前ら何やってんねん。事故起きたんだから行けよ。逃がそうね。バイバイ。捕まえ直しましょう。はい、ザコを捕まえ直す作業を終了。正直勝つの厳しそうだろうな。不思議花。よし、とりあえず倒していく。ボディープレス。うわー、やっべ。とりあえず倒していく。超きついこのバトル。初手ダイナックルでいけると思う、多分これ。マジか。うわー、しかも攻撃下がるんだ。一発でいけんだ。マジか、きちー。ワイドブレーカーきちーって。マジか、ワイドブレーカー。おいおいおい、無理だってそりゃ。しかもヘビにらみ。うわー、きちー、強えな。ワイドブレーカーきちーって。マジ、ヘビにらみもきつい。おし、砂嵐収まった。ラッキー、めちゃめちゃラッキー。あー、マジかよ、無理だよ、勝てねえ。オッケー、急所ラッキーラッキーラッキー。ロックブラスト外れていく。これもめちゃめちゃラッキー。おっしゃ、一発で持ってった。飛び膝一発。うわー、マジか、惜しい、めっちゃ惜しい。さあ、無理だな本当に。どうすればいいんだ。いや、これ麻痺がきついからクラボの実持たせてやってみようかな。うわ、残ったし。マジかよ、これが一番きついわ。オッケー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 、捨て身タックルなんかいらん。ヘビニラミ、オッケーオッケー。おし、クラボの実役に立った。これで飛び膝蹴りが当たれば勝てるはず。オッケー、当たった。おし、これはでかい。これ外れてたら負けてたからな。オッケー、広角レンズなくても当てていくスタイル。飛び跳ねていく。おし、よし、ようやく勝った。つらかったここ。よし、ここからめっちゃ育っちゃったよ。もうバイバイ。スカートの方が似合ってるよ。
余裕っすね。あ、久しぶりに無双できて嬉しい。安定の一発。よし余裕だね。よしほぼ無双だね。これはお前も高見盛りやんだ。飛び膝を安心して打ってんのは嬉しいね。何2匹目に出しとんねん。おっしゃ余裕すぎるダイマックスするの忘れたけど一発で倒すっていうね。オリーブチョーン。おっす余裕すぎっすね。おっしゃ余裕だな。弱いなお前。ゲイ。おし2段階上昇の大バーンで一発ですね。邪魔するやつは全員潰す。天才だから左利きね。そんなのアピールしてくんなよ。右で投げろ。おし危ねえ。こいつ強かったな。オッケー一発。うわさすがに硬えな。あぶねえ危ねえ。ちょっと待って待って待って強すぎだって。頼む言ってくれ。超ギリギリ勝利。アップな。水タイプは一見苦手だけど勝てるんだよな。おっしゃ一発ナイス。おっしゃよっしゃ。おっしゃ一発だ。お前一番弱いぞはっきり言って。カブさんじゃなくてよかった。おっしゃ一発。おっしゃ一発。余裕の一発。よし無双だろ一発だよ。おっしゃ急所だ一発。じゃあね無双すぎだわこれは。お前には散々負けだからね。ここでやり返しますよ。オッケーオッケー。いや頼む耐えろ。えマジかよ一発かよ。そりゃねえわひでえ。あくびきちいな。よしどんぐらい食らう。危な。おしなんとか倒した。オッケーこいつ一発で倒せんだ。フォートチェンジはいらないんだよ。ごめん。はいフライゴンで2回ダイナックル積んでいく。オッケー余裕ですね。さすが2段階積んだダイナックルは耐えれないでしょう。ローズさんあんたが一番簡単に倒せる相手だと思うんですよ私は。オッケー余裕。はいシンプルに瞬殺。オッケーまた一発。はい余裕。オッケー雑魚すぎてかわいそう。オッケー行こう。やめてダイマックス。強えガチ強え。飛び跳ねるじゃ死ななくね。あぶねギリ勝った。おっしゃ行くぜ。飛び跳ねるをして戦闘放棄してあいつらに任せていくスタイル。ザシは死んじゃった。初めて死んだ。あぶね危ない。オッケーようやく倒したよ。オッケーま逃がしちゃうんですけどね。高見盛り兄戦いましょう。まあ、こんなギルガード簡単に倒せたの初めて。おし倒した。竜の息吹マジか。やべえ急所であれかよ。しかも10万耐えろ耐えてくれ。オッケー奇跡の勝利。おし一発で倒した。狙い撃ち耐えろ。うわマジか負けた。くそ惜しいな。めっちゃ惜しかった。あこれだっけじゃん。おしおし牛なんとか倒した。うわやられた。くそまた負けたよ。もしビルドアップ勝っていこう。はいビルドアップ覚えさせたらもう勝ちでしょ。あビルドアップめっちゃ積みやすいじゃん。相手シャドーボとかやってくるけど当たんないから。オッケーシャドーボール。ええシャドーボール当たんの。うわマジか死んだ。間違ったミスったわ。よし最初にビルドアップ積んどこう。よしかましてく。いやここはビルドアップでいこう。倒していった。もっと初めから投入しとけばよかったこいつ。 OK ナイス倒していく。 OK 大増ししていこう。 OK 素早さ上げていく。 OK ドラパルトを上から殴っていく。おっしゃダイジェットで一発。最強だなビルドアップゲーだ。また OK 9時間ぐらいでようやくクリアできましたね。ということで卵バグで製造したレベル1リベロエースバーンでストーリーは無双できるとまでは言えないが他のポケモンよりは無双と表現するに値するでした。今まで無双企画を別のポケモンでもやりましたがいつも壁になるのは耐久面でのタイプ相性でした。リベロはその点は確かに対処できたのですがエースバーンの元々の耐久が微妙なのでちょっと運が悪いと倒されてしまいました。あと飛び膝蹴りと火炎ボールは PP も少ないし外れるしこの企画の1体だけという性質上序盤はきつく、あとは地味に炎タイプが相手だと攻撃面でやられることが少なく苦労しました。ただ後半に広角レンズを手に入れたらかなり無双できた上にだいたい9時間くらいで結構早くクリアでき他のポケモンと比べればかなり気持ちよくバーンとできたと思います。一言でまとめれば普通に強いのでみんなもリベローぜ。